ういうところだ。人の気持ちに寄り添える、その温かい心に溶かされたんだ。やっぱいい、自分で食べる。あ、どっちも普通にうまいな。え？はあ？そんなわけ。トリッキーな技使いやがって。それでさ、はあ？ってわけ？だったら、なるほど。外見気にしないからこんなダサい服で出かけられるんだ。この尖った爪がおしゃれなの。風太郎、私と付き合おうよ。結婚って、急にそんな、どうしたら。と言ってもままごとの中だけど。え、意義あり。風太郎は悪人顔してるけど、これは無罪。裁判長、ミクは被告への個人的感情でかばってまーす。違う。え、これ下着屋さんの紙袋、ありがたく使わせてもらう。お、ふーたろう。ん？え、なんだ。なんでもない。別に風太郎に会えるかもしれないから、前に迎えに来た記憶を頼りに少し遠回りしてこのお店まで来たわけじゃなくて、たまたま歩いてたら自然とこのお店に来ちゃったわけで。ミク史上一番の長男。そう、二人ともパパに惚れてる。なんだその設定。聞く、こいつらは。社長、いつになったらご飯連れてってくれるの。頭がいい、頼りになる、背も高い、かっこいい。あの女性と風太郎にベタベタと。いいじゃないですか。でも少し焼けてしまうのもわかります。友達としてですよ。当たり。笑うなって言っただろ。はあ、風太郎は教師、私は生徒、それは変わらない。じゃああいつがミクか。風太郎。風太郎になら見せてもいいよ。ダメです。そもそも足踏まれちゃって。背中に乗ってくれ。え？重いし追いかけるのは無理だ。音だった。知らない女の子と話してる。え？侵略すること火のごとし、そこで私のとっておきをあげる。言ってくれたら私が作ったのに。え、ちょっと食欲なくてな。そっか。おい、サンジは卑屈バカ。初めは暗くて覇気のない顔をしてたんだが、近頃は見るたび生き生きしていて安心している。だがバカだ。出したら周辺住民同時食中毒だわ。私だって上達してる。イツキ、もしかしてわざと間違えてる？
風太郎のことなんてもう知らない。どこ行ったんだか。ん、どうしたミク。疲れちゃった。私が風太郎に。風太郎、ちょ、ダメだよ風太郎、やめて。やっぱやめないで。あんたが止まりなさい。まさかの四つ葉、切り抜いてた。さっき。ここわかんないんだけど。どれ。目の輪が奇数になる場合は何通りか。サイコロは三つだから、奇数になるのは二パターン。偶数、偶数、奇数。あとは奇数、奇数、奇数。うるさい。うるさい。あら、ちょうど甘いものが食べたかったの。ニノにはあげない。あ、独り占めしないでよ。あ、しないよ、まだ。私、メイド喫茶やってみたい。意外と人気出そう。キャッカキャッカ。あ、悪い。